はい、ナギです。こんにちは。さっき喋ってたんですけど、おじさんが西郷輝彦のレコードを持ってて、僕は西郷輝彦が好きでよく歌ってますけどね。まあ、そのおじさんも去年コロナの時にこじらせて、ちょっと調子が悪かったんですけど、亡くなってしまいました。おじさんといっても僕よりもちょっと一回り弱だから、まだ75ぐらいだったんですけども、まあ兄貴のようなおじでした。おふくろの一番下の方の弟で、もう一人弟がおって、そのおじさんはもうちょっと若いんですけどね、上浜町ぐらいの年なんですよ。だからそういうなんかいろんな絡みがあって僕は歌が好きになったんですけどね。まあそれで、そのおじさんが亡くなったおじさんがよく一緒に飲みに行ったり遊びに行ったら歌っていた渡哲也さんの歌、まあ、彼はアジサイとか何やったかな、口なしの花とか好きやったけどね、まあ僕は今日はまだ違う曲で、日暮れ坂をいきます。これは会社の先輩もよく歌ってましたね。日暮れ坂好きでね。これは低音なんで、低音の声出るかな。で、登録窓の方よろしく。友達になってね。何のために安らぎに背を向けて、何のために一人行く日暮れ坂、埃りに汚れた上着を肩に、出会いと別れ今日も重ねる、振り向いたら何もかも崩れ去る、振り向かずに一人行く日暮れ坂。夢は遠く傷ついて倒れても、夢の重さ嘆くまい日暮れ坂、ネオンの明かりは華やかだけど、浮きすぎてゆく風は冷たい、風の中で開く花、枯れる花、風に浮かれ一人行く日暮れ坂。輝き忘れた都会の星よ、ささくれだった人の心よ、遠い道の果てで呼ぶものは何、遠い道を一人行く日暮れ坂。ね、渡哲也さんで日暮れ坂。男の中の男の一人ですね。ない今そういう人になりたいです。See you。また遊びに来てね。ちゅうことでチャンネル登録できたらしてね。See you.
See you.